はあずちゃんは他の方とは違ったものをプレゼントしてくださいましたもうねものとかじゃないだから今回はカメラにうすものではございませんあずちゃんからいただいたものはこちらツールてか重 <laughs> たい字にでかかった1万円でいける旅行券ペコちゃんの日々の疲れを癒す旅行あずきがアテンドしますトリップ旅行券 旅行券をプレゼントしたいと思います。その他費用はこっちで持ちたいと思います。手段は、まあ、バスツアーだったり、新幹線とか高速バスを使ったり、それか、あずちゃんち、あずちゃんが運転してくださるそうで、まあどういう感じになるかは、まだわかりませんが、旅行券をいただきましたと。それ、10万円で買います。ダメです。あずちゃんのアテンドはペコーラしかできませんと。 こちらえー、でも、ペコラどこえー、どこアテンドしてくれるんだろう日々の癒しを、癒し日々の疲れを癒す旅行って書いてあるかななんか、癒される旅なんかなごめんなー。ちょっと、アイズちゃんと旅行行って来るわ。だからよ、旅行の日は休もうかなごめんね。ちょ、どこに連れて行かれるかはちょっと楽しみにしといて。カジノなわけないだろ アズちゃんがなんかそういうギャンブルやってるイメージないもんペコーラーごめんねみんなペコーラーちょっと旅行行ってこるわアズちゃんと <laughs> ちょっと変わりなよってこれは変われないだって1万円でアズちゃんがこうやって考えてくれたからまあでもなんか行ってきたら行ってきたよみたいな感じのさ言うからちゃんとどこどこ実は行ってきましたみたいなやつをね 言うので、まあ、そちらね、お土産話をちょっとみんなは楽しみにしていただけたら、いいかなと、思いますなので、この1万円で、まあ、楽しみにしてます、ペコーラは。あずちゃんのアテンド、ちょっと気になるペコだから、ヤフオクに出しといてふざけな <laughs> ヤフオクに出してたら、ペコーラ最悪なやつじゃんあずちゃんと縁切られちまうよペコちゃん、私との旅行券、ヤフオクに、 あげたんだね。もう絶対嫌だ。怖いペコで、そんなのは絶対しませんと。うん、まあ、ま、ペコラでも夏は、そこまでね、外を出たくないから、寒くなってきた時に、ね、予定が合えば、たいなって思います。果たして、ウサダペコーラは、行くのであろうかでもこれ行かないとさ、うん、せっかく出たのにって言われちゃうペコだから。やばいよ、ペコラ。カニ二つ、まだあれしてるからね、ちょっと。